こんにちは。今日はタンポポの開花について、取り上げてみたいと思います。タンポポというとね、身近なところに咲いている雑草です。で、早ければ2月頃からね、咲いているものを見かけ、3月から4月にかけてはね、一斉に花が見られます。でも夏までね過ぎてもね咲くものもあるので、結構長期にわたって見ることができますけども、一番多く見るのが、3月、4月、5月あたりですよね。で、タンポポって、こんな感じで咲いていて、大抵ね、タンポポ咲いてるなってわかるかと思いますけれども、詳しく調べるとね、何種類かあることがわかります。この3つね、代表的なのを取り上げましたが、西洋タンポポと日本タンポポは花びらが黄色です。で、白花タンポポっていうのはね、こう見た通り白い花なので、こんなところにっていう感じで、見つけると私もね、カメラで撮影したりするんですが、黄色いタンポポは普通なんですけども、この横から見るとね、この花びらの人の付け根のところに萼っていう部分があるんですけど、この萼が、反り返ってる方が、西洋タンポポ、反り返ってないのが日本タンポポというわけです。で、身近なところにね、どっちがね、多いかっていうのでね、学校のグラウンドとかで調べたりするようなケースがあるわけです。地域によってね、日本タンポポの方が多いよっていうところもあるし、ほとんど西洋タンポポばっかりだっていうようなところもあるかと思います。はい。こういうタンポポなんですけども、天気のいい時にはね、一斉に咲いていて、綺麗なんですが、この朝方からね、日が差すと咲き出すので、その咲く場面をね、インターバル撮影といって、この1時間ぐらいのね、時間かけて咲くものを、ビデオでこう10秒ぐらいでね、見るというので、そういう撮影をね、私もしてみたというわけです。で、インターバル撮影するんですけども、そういう機能のあるカメラとかビデオが必要になります。で、例えばそういうカメラは、例えば10秒に1回とか、30秒に1回とかっていうこのね、設定の、あるので、それで、大体、この何コマぐらい撮影するのかっていうのを選んでね、この時間を、決めたりします。それから、同じものをずっと撮影し続けるので、三脚にね、カメラを取り付けて、撮影します。この辺はね、ちょっとね、カメラの詳しい大人の方にね、教えてもらったりする必要があるかもしれません。で、一番はね、咲きそうなつぼみを探す、選ぶっていうわけです。で、この絵に、写真にあるようにね、タンポポあちこちこう咲いているんだけど、今日はどれが咲いてどれが咲かないのかってね、咲く前にね、決めないといけないんですね。なので、やってみたらね、なんだ咲かなかったみたいなこともあるしね、で後から出てくるんですけど、この咲くときにね、花が動くんですよね。なので、画面のね、真ん中に花をね、大きく撮ろうと思って、セットしてみたら、花のこの茎がぐっと伸びててね、撮ってるところじゃないところでね、こんな綺麗に咲いたりするっていうこともあるんです。だからね、この1時間後の姿をね、予想して構図を決めるっていうようなことが必要になってきて、失敗することもあるんですけども、そんな感じで、トライアンドエラーでやるっていうことになります。で、タンポポはね、曇りとか雨の日には咲きませんので、晴れた日で、この日が差す前ね、またタンポポがつぼみの色の時にカメラをセットしてね、で、日が差したら、開いてくるので、撮影するというわけです。で、大体この、日が差してから30分ぐらいでね、開花が始まって、綺麗に開くのに、やっぱり30分ぐらいで開くかな。そんな感じなんです。実際にこれを撮った、ビデオを見てもらいますけど、これ3個体ぐらいね、撮ったやつをちょっとこう続けて、あります。こんな感じですね。で、この場合は、芯からね、全体がわーっとこう開いた場合です。はい。こんな感じで、一斉に。これ見たらね、これは真ん中がね、こうなってて開かないんです。周りは開くけど、真ん中はこのまま。で、この真ん中から今度ね、開くっていう風で、
これどういうことが起こってるのかってね、ちょっとまあ考えてみたんですけど、まあ、タンポポってね、1日目、まあ、ずっとつぼみでいるんだけど、1日目はこう開くんだけど、外側の花が開く。ね、で、夕方になるとまた閉じる。で、2日目には、この初日に開いたところがわっと開くんだけど、この真ん中のシーンこうなってたんだけど、この2日目の時は、この真ん中も開いて、まあ、全体が花が開く。で、3日目は、このね、全体が、朝のね、一番に全体が開いて、咲くというので、タンポポの花ってね、3日咲くんではないかっていうのが、まあ私のこの観察の、結果なんです。まあどれくらいね、バリエーションがあるかは、そんなに数やってないのでわかんないんですけども、タンポポってね、まあ3日ぐらいは一つのね、つぼみが咲くのかなという感じです。で、花が咲いた後はね、まあ、しばらくはね、この、こういう状態ね、なんですけども、またね、時間が経つとね、こう、綿毛が開くことがあります。この綿毛の開く様子もね、撮ってみたんですけども、まあ、こんな感じです、ね。もうね、これ開きそうなんですけども、はい、こんな感じで、開いてきてね。で、こう、全体が広いて、この丸い形になっていくってわけです。こんな感じですね。はい、こういう感じで、この綿毛が開くっていうことが、わかります。ね。これが、まあ、よく見る、こうね、ふーって吹くと飛んでく、綿毛のね、様子です。これね、別のやつをね、撮ったのがこれなんですけど、これもね、風で少し飛んでるんですけどね、この風で飛んでいく綿毛なんですけどね、虫が来てね、こう、散らかしてね、なんかこう飛んでくっていうようなね、こともあったりね、いろいろなことが、まあ、あるみたいですね。はい。まあ、やってみて分かったことね、こっちは、まあ、咲く直前の感じでね、まあ、こんな風になってるんですけども、タンポポね、この、葉っぱはこの地面にね、こう、張り付くように、とかへばりつくように、まあ、伸びてるんですけども、茎はね、こう、縦に伸びてきます。これももう少しで咲きそうな雰囲気のところがあるんですけども、これ咲いた後のね、茎がこう横に寝てますけども、このね、タンポポのね、このつぼみっていうのはね、こう、よきってこう立ってるわけではなくて、咲かないときは、こう寝てるわけですよね。折れたりしないようにこうしっかりこうね地面にこう寝てて、で花が咲くぞっていった時にこう立ってきてこういうふうに伸びてるわけです。この綿毛もねこうやってニョキニョキ伸びてますけども、綿毛もこの開く前はね、まあ10日ぐらいはこの葉っぱと一緒にね横にこう地面にねこう倒れていて、でこの綿毛はね風で飛んでいくので、その時はねこう立ってきて伸びて、でこの割と風に当たりやすいように、こう、ニョキニョキしてるっていうね、風になってます。なので、この花とかね、この綿毛がね、飛ぶときはね、この茎をね、もう高く上げて、できるだけ遠くへ飛ぶように、まあ、植物もね、動いてるっていうようなことが、まあ、分かった。これがね、この、やってみて分かったことです。まあ、タンポもね、ちゃんと賢いなっていうわけです。でまあそういうことが分かったんですけども、こういうね、まあ、タンポポような、この、動きはね、似た植物でもあるのかなっていうわけです。で、このブタナっていうね、やつもね、この茎がひょろーっと伸びてるんですけども、これも同じようになるんだろうかとかね、王子縛りっていうものですけども、やっぱりこのね、咲いた後とかもタンポポみたいな感じなんですけども、タンポポと同じように、こう動くのかなっていうのは、ちょっとまたやってみる必要が、あるわけです。うん。それから、まあ、タンポポ以外にね、この朝顔がね、朝こうね、もう夜明けとともに咲いてるんですけども、これもね、どうなんだろうかとか、それから、ホウセンカの種が飛ぶところとかね、こういうのも、まあ、なんか、撮ってみたいようなテーマです。で、まあ、まだね、やってないんですけども、まあ、こういうのもね、まあ、時間があったらとかね、そういう機会があったらやってみたいなと思うんですけども、この朝顔もね、やっぱりね、どれが咲く花なのかってね、つぼみなのかっていうのを選ぶのがね、
結構難しいので、まあ、ちょっと成功してないんですけども、やこういうね、植物もねやっぱ動く姿をね、まあ、見てみたいというわけで、まあ、ちょっとね、までこれからやってみたいも、こととしてね、まあ、ちょっと皆さんに、紹介しました。まあ取れたらねまたね、お見せしたいと思いますけども、まあ、今日はね、まあ、タンポポについて、まあ、今までにやって得られてるねこの、撮影の結果をね、まあ、紹介しました。まあ、これでまあタンポポの紹介を終わりにします。